何これ、扉が塞がれてる。大聖堂にいるあの方の力によるものだ。ネズミ一匹通れんよ。死人使いの男の仕業ということか。手回しがいいな。今さら戻れんだろ。こいつと仲良く眠るがいいさ。まさか。嘘だろ。アルセス。アルセス、やめるんだ。よせ。なぜ復讐なんて道を選んだ。そんなことのために命を捨てる男じゃなかったはずだ。アルセス、答えてくれ、頼む。また私だけ置いていくのか。私は目の前の天下を守ることもできなかった。なぜあの時殿下と共に連れて行ってくれなかった。殿下を探し求めて今日まで生きてきた。なのに私は、そうか、お前が天下のもとへ連れて行ってくれるというのか。立て、逃げろ。すまない、だが許してくれ。違うんだ、王子は。王子は生きている。ちょっと、ああ、ルイを狙ったのは復讐なんかじゃない。王子の呪いを解くためなんだよ。本当なのか、王子殿下まだ。ああ、生きてる。だから今すぐ構えろ。そうか、ならば私は。何時使命にさまよう人、憂いを抱える旅人。立ち止まることをあなたは歩み出した。道を選ぶためです。使命じゃない、私の意志だ。まだ死ぬわけにはいかない。ありがとう、気高く若者を選びし人。これより恐れも不安もあなたの光。王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。我が名はアイゼリン・バルチェッリ・マイアル・ヒュルケンベルグ。王子殿下直属の近衛部隊、最後の長である。今再び主君のための力とな。今解放してやる。